心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日は背縫いの話しちゃいます。背縫いの話、みんな悩んでるとこじゃない？それでは行っちゃうよ。今回のこの後ろ姿です。この後ろ姿ね、私が昨日最後の今年の本気の着付け教室でした。みんなで白熱してトレーニングを繰り返して、みんなの時短のために私も一緒になってやりました。なのでみんなと時短でやった着付けなんです。なので私が普段やっている通りの着付けです。帯結びは朝朝練でちょっと変えたけどね。それでその時のこの背縫いなんですけど、背縫いですね。皆さん背縫いはどうしてますか？この着付けは背縫いが上から下まで全部背中心で真ん中にしている着付けです。そういう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、うちでは長い間それが当然のこととして着付けをしてきていますが、本気の着付け教室でたくさんの受講生さんがお見えになるようになると、いろんな方がいらっしゃるんだなっていうことに気がつきました。この背縫い、身幅が大きな着物を着るお嬢さんは曲がってもいいんです。曲がってもいいんじゃなくて、真ん中じゃなくてもいいんですという方が意外と多いんだなということに気がついたんです。この子の場合はこの着物がそんなにすごく身幅が広くてっていうほどでもないんですが、脇でタックを取って、こうやってタックを取ったり、おはしょりの部分もタックを取って、そういうことにより調整して背縫いが真ん中になるようにしています。でも実際はこのタックを取らないでいたとしたら、前幅重視で前幅を決めてからという、一番重要だと思っているところが前幅だとしたら、この線はここではなくもう少し後ろに下がる。そうするとこの背縫いももう少しこちらによるという結果が出るはずなんですね。もちろんそれも一つの着せ方だと思います。ご自分でお着物をお召しになる方は、私もそうですが、あまり脇のタックを取って背縫いを真ん中って意識したことはそういえばありません。ほとんど自分であつらえたものだから、まずその必要がないということもありますが、大抵の場合は太ってしまって身幅が足りなくなることはあっても、痩せてしまって身幅が大きいっていうことが少ないということもあるでしょうし、どなたか体格の良い方から譲り受けたお着物を着るときということもあると思います。そういうときは、まあここが動いてしまうからタックを取りたいなって思うことがあるかもしれません。でもご自分で腰紐を決めるときはそれほど気にもなりませんし、まあ第一、お金をいただいてする着付けではありませんから、自分が気持ちよく一日そのお着物を着れていればいいわけですから、背縫いの場所というのはあまり意識する必要がなかったのかもしれませんね。自分でお召しになったらそれは自由にお考えになっていいところかなとは思います。それではこの子、このボディのまま、この補正のまま、じゃあ前幅重視の着付けをしてみましょう。どのぐらい背縫いが動くのかなっていうのを検証してみましょう。実は私、これってそういえばやったことがありません。私も初めての試み、やってみましょうね。背縫いが帯のところまで真ん中であることには今まで通り同じです。なのでとも襟を合わせて襟先まで合わせてくることはこれ同じ、しかも真正面に立つということ。そして着丈を決めるために後ろの長さを決めるのも同じようにやります。ただしこの時背縫いを真ん中にして決める必要はないというわけです。そうして後ろに回って背縫いを真ん中にしようとせず、それは気にせず下の長さだけ気にしてください。ストンと床につくくらいの長さにします。そしてそれからこの背縫いの場所は前幅を決めることによって決まるので、この時は気にしないでいいです。そして前に来て前幅を決めていきましょう。前に来てこの時気にするのは
上前側の脇縫いです。上前側の脇縫いを脇にセッティング、そうすると下前側の脇縫いは前に来ています。でもこれは OK です。そして脇縫いを、上前の脇縫いは脇にしたまま前幅を見てみましょう。そしてこの時お着物を合わせて、きっと鏡を見るところですよね。素晴らしいお着物ですね、素敵なお柄ですね、なんて言いながらお着物を合わせるところ、そして脇縫いがこれでいいなと思ったら、このまま下前を床を掃除してきながら奥まで入れて、つまを上げて巻き付け、そして上前はやっぱり床いっぱいすれすれで回していきます。脇は脇で終わり、脇は床についているくらいの長さです。そしていよいよ腰紐です。腰紐は今までと同じようにしていただきたいですが、腰紐回します。その時奥見線が床からまっすぐなってるかしらって気にしてみたら、あら、ここは後ろに回っちゃってます。なぜって、ウエストは細いからなんです。ウエスト分後ろに行ってしまうので、このずれている分に関してはここは直したいところですよね。なのでこの分は脇で少しタックを取ってあげてください。この脇縫いも前に来ています。それはウエストが細い分後ろに行っちゃったっていうことだから、この脇縫いを少し後ろに戻してあげるつもりで、そしてこの奥身がまっすぐになるようにして、まっすぐになったらいつもと同じように腰紐はしっかり締めます。腰紐はずれたりすることのないように、緩んでこないように一番しっかり締めたいところです。2本絡めてずっと奥まで引っ張っていっています。前のおはしょりに響かないところで腰紐はしますよ。そしてまっすぐになることを意識して、奥見線がまっすぐになってタックもほんの少しですが取りました。そうすることによって後ろの背縫いはどうなったか検証してみましょうね。後ろ姿です。背縫いの場所はいかがでしょう。ここは真ん中、帯までのところ上ですからね。そしてやはりこんな風に少しずれてますね。まあ5センチって言ったところでしょうかね。5センチぐらいですかね。ただいつも真ん中にしようと思って仕事をしているとちょっと私も気になります。このまま真ん中にこうしていったとしたら、この辺に来るはずの背縫いがちょっとずれているんだなと思うと気になるということと、前幅重視にしている、前の柄はとてもいいところに出てくる。でもこれは例えばタックを取って背縫いを真ん中にしても、ここに出てくるようにしてあげるのは当然です。ですがこのようにすると下前はより奥に入っていることになります。なので下前はいつもよりもぐっと巻きついているということになります。戻してあげて歩きやすいようにしているとしても、下前はしっかり幅があるということなので、これはもしかしたら前がはだけにくいかもしれないですね。その点は身幅の広いお着物を細いお嬢さんが着る利点と言えるかもしれません。いかがでしたか？意外なところの検証。皆さんはお着付けを習うとき、どこがから入り口だったかってことです。私は自分で物心がつくときには自分で自分の着物は着れていました。小さいときから着物に慣れ親しんでいる環境にあった、親もお着物を着ていた、たくさん着物もあったっていう環境があったから、それは年齢的にもそうなのかもしれないですけど、今の若い着付けに関わっている人たち、まず最初に人に着せることからお勉強した人、
最初にお着物が好きで自分で着ることからお勉強をした人、入り口が違うと違うことになるんだなっていうのをこの頃考えています。背縫いが帯から下が曲がってしまうのは間違いではないです。身幅を合わせる前幅重視の置き付けだったらそれも一つのやり方です。ですが私たちのように誰かに着せる、どなたかに着ていただく、そういうことによってより美しい着姿、そしてそのことによってお金をいただくとしたら、同じように自分で着物を着るという技術だけではなかなかカバーしきれないものがありそうに思います。さあ今日はこんなお勉強をしました。背縫いが真ん中、さあどうっていうお勉強でした。どうでした？は、私ってどっちなのって思った人もいると思います。どうぞ考え直してみましょう。じっくり考えて、いろんなところの場面でいろんな風に使い分けていってくださいね。それでは元気注入して皆さんとバイバイいきますよ。元気注入、バイバイ。